沢村塾の後藤です。この動画ではですね、今塾生からですね、なぜ入塾したのかっていうね話を伺いましたんでね、まあ、ちょっとその塾生は顔出しができないんでね、ちょっと僕が代わりにお話をしていきたいと思います。30代のねあの前半の男性なんですけどね、まあ家業がね、あって、まあ、それ将来継ぐという形らしいんですけどね、その際にね、まあ、簿記を使うということで、独学で最初ね、あの簿記を学んだみたいなんですけど、まあ、どうしてもちょっとちんぷんかんぷんで分からへんと、ね、いうことで、まあ、生講座をね、うちで探してですね、やっと見つけて、うちに来て、ね、で、生講座を受けたいと、ね、で、質問もしたいと、ね、生の現場で質問もしたいと、ね、いう目的でうちに入塾されたみたいですね。うん、であの友達にねあの銀行員がいるらしくて、銀行員にまあ聞いてもいいんでしょうけどね、まあ、ちょっと今更聞けないなっていうね、なんか恥ずかしさがあったみたいで、こっそりとね、まあ、うちに来て、まあ、簿記の勉強をして、ね、財務諸表を読み取りたいと、ね、仕事ではなんか使ってたあの財務諸表を、ね、扱ってたみたいなんですけどね、どうしてもこう何が書いてるのか全然わかんねえと、ね、そこで読めるようになってね、財務諸表を自分で作って読めるようになってね、会社のね、ゆくゆくは将来の自分の家業ですか、そちらの方に今、適用していきたいと、ね、いう方でしたね。はい、こういう方も多いんじゃないですかね。はい、では以上ね、塾生の状況と、ね、いう報告でした。はい。